ドイツ南部、フリードリヒスハーフェン市にある氷耐久、氷耐久とは、氷河によって形成された丘である。なお、氷耐久は、英語の、ドラムリンをそのまま翻訳して、ドラムリンとカタカナ表記される場合もあるものの、本校では以降、氷耐久という表記に統一する。ちなみに、この英語の、ドラムリンというのは、もともと、アイルランド語で、小さな尾根を意味する。 ドローイムニンという語が語源である。アイルランド名誉圏クルワンの氷耐久、もし傷もし傷。矢印は、氷河の流れの向き氷耐久は、その名の通り、氷河によって削り出された砂礫が堆積してできた丘である。その形状は、ちょうど食器のスプーンやレンゲを裏返しにしたような、細長い形状をしている。この丘は、氷河が、岩から削り出したティルでできた。 軟弱な地盤の丘、または、低体積でできた丘である。なお、複数の氷耐久が固まって形成されている例も見られる。また、氷河によって、しばしば形成されうるその他の地形と一緒に存在する、こともある。さらに、例えば、エスカーやトンネル国のような、氷耐久よりも、規模の大きな氷河が形成しうる地形と一緒に、存在していることもある。 この氷耐球の状態を調べることで、その氷耐球を形成した氷河が、氷耐球を形成した地点において、最後に、どちらの方向に流れていたかを知ることができる。氷耐球は、世界中のあちらこちらに存在する。地球の北半球の高緯度地方に、複数存在するだけではなく、南アメリカ大陸のパタゴニアなどにも、複数存在している。 単独の氷耐久が存在している場合も、複数の氷耐久が固まって存在している場合も、それらは全て氷河によって形成された地形である。ただし、氷耐久の成り立ちに関して、地質学者たちはいくつかの説を提唱している。氷耐久は、氷河が短い距離を交代するときに形成されるとする、説が存在する。氷河には、 氷河が削り取った砂礫が含まれている。その氷河が気温の上昇などが原因で交代すると氷河に含まれていた砂礫が残されるために氷耐久が形成されるというわけだ。また氷耐久は氷河が形成しうる氷耐久以外の地形とともに形成される場合があるが、例えばエスカーやトンネル国のような氷耐久よりも 規模の大きな氷河が形成しうる地形の影響を受けて氷耐球が形成される場合もある。したがって氷耐球は様々な形状になりうるとされている。氷耐球は氷河の元に存在していた水、それも氷河の重量によって高圧となっていた水が解放されたことで発生した凄まじい洪水によって形成されるという説が存在する。なお、 これは1980年代に提唱された説である。最近、アイスランドに存在する、ホーフス氷河において、氷河の交代が見られる。ここで、新たに、氷耐久が形成されているのが観察されている。その数50程度。大きさは、まちまちだが、長さは、約90メートルから320メートルほど、幅は、約30メートルから105メートルほど、高さは、 約5メートルから10メートルほどである。このような氷耐久が形成される現場を直接調査する機会が与えられたことは地形学の進歩につながるのではないかと期待されている。氷耐久は一本の軸に対して大体左右対称の形状をしており、その軸はその氷耐久を形成した氷河が動きと平行となっている。氷耐久の一般的な規模は 長さ約 1km から 2km 程度、幅約 300m から 600m 程度、高さは 50m 未満。そして、イコール7、4程度であることが普通である。氷耐久は、しばしば複数の氷耐久が固まって存在しているわけだが、このような氷耐久群を形成する氷耐久は、どれも似た形状、似た規模、似た向きであることが普通である。 さて、氷耐久の断面を見ると、通常の氷耐久はいくつもの層を持っている。このことは、氷耐久が形成される過程で、幾度も幾度も氷河が削り取ってきた砂礫が追加されたで、あろうことを示唆している。氷耐久を構成している物質は、氷河によって運ばれてきた砂礫である。このため、氷耐久が存在している場所とは全く関係の、 ない砂礫を含んでいることもある。なお氷耐久は、砂礫が積み重なってできているとは言っても、砂が主な場合、歴が主な場合、両者が混じったものである場合、いずれもあり得る。高シミオに形成された複数の氷耐久が、固まって存在している場所の多くでは、そこの氷耐久群の配置が、扇のようになっているのを観察できる。例えば、 ムーラ氷河の氷体久群も180度の弧を持った線上に並んでいる。氷体丘の上に形成される土壌は様々であり、氷体久の表面が地表に露出してからの時間、氷体久の表面が置かれている気候などの環境によって変化し得る。ただし、比較的新しく作られた氷体久の場合、その上に形成される土壌には次のような特徴が見られる。 それは、地表から順に、まず薄い氷土が存在し、その下に薄い底土が存在するだけである。その下は、まだほとんど風化を受けていない、大きな歴なども含んだ層となっている。そして、そのさらに下は、完全に、氷耐久の構成物と同様の砂礫である。なお、形成されてから長い時間が経っている氷耐久の場合は、 その上に形成される土壌がもっと厚く、より複雑な構成になっていることがある。例えば、北アメリカ大陸のオンタリオ湖の南岸地方に存在する氷帯球群の場合、底土に粘土層なども形成されている。モレーンという語は、ティルと同義に用いられる場合もある。詳細は、モレーンの記事を参照のこと。なお、ここでのモレーンは、 ティルが堆積してできた地形を指している。メンジーズ・クオーテッド・インベン、ディーアイ＆エバンズ、DJA、グレーシャーズ＆グレーシエーション P－ 四百三十一アーノルド、ロンドン、ISBN－ 零から三四零五八四三一九、AB ダイク、AS モリス、TF ドラムリン・フィールズ、ディスパーソル・トレインズ、＆アイス・ストリーム・ズ・イン・アークティック、カナダ、ザ・カナディアン・ジオグラファー。 レジオグラフカナディエン十3286ドイ 10.1111J1541 から 64.1988TB00860X ハットクラーク CD アンナ LC ヒューズサラエルグリーンウッドマッテオスパニョーロフェリックス SL エエナンクワターナリーサイエンスレビューズ28677から692ドイ10.1016 ジェイク・アスクレブ、2008.08-035ハットショー、ジェイク・ビル、D.A., グレーシア・フルビアル・オリジン・フォード・ラムリンズ、オブ・ザ・リビング・ストーン・レイク・エリア、サスキャッチー・アン・カナディアン・ジャーナル・オブ・アス・サイエンシズ21-1442、ドイ、10.1139E84 から150章。ジョン。 ザメルトワーターハイポセシス4サブグレーシャル、ベッドフォームズ・クアターナリー・インターナショナル95から22、M ・スパニョーロ、C ・ D ・クラーク、AL ・ C ・ヒューズ、P ・ダンロップ &C ・ R ・ストークス・ザ・プラナー・シェイプ・オブ、ドラム・リンズ・セディメンタリー・ジオロジー232、119から129パターソン、C ・ J ・ホーケ、RL、1995、フィジカル・エンバイロメント・オブ、 ドラムリンフォーメーションジャーナルオブグレーシオロジー V41P30P38 ジョンソン MD スコマッカー A ベネディークトゥシン IO ガイガー AJ ファーガソン A イングルフシン O アクティブドラムリンフィールドリビールドアットザマージンオブメリーオクールアイスランド A サージュタイプグレーシャージオロジー38943ドイ10.1130 G31371.1 ありがとうございます。